ジ生活の彩りを。どうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーケです。ということで今日はジャズスタンダードゼーブルアナザーユーの、ペンタでアドリブをしていきましょう。もうカミカミだったね。ペンタでアドリブの後半編になります。このペンタトニックを使いこなすことによって普段のアドリブがより幅広く、ね、表現できるようになります。なんで片言になったかわからんけども、前回まだ見てないよって方も見えになると思うので、ちょっとペンタトニックのおさらい軽くパッパッとしましょう。ペンタトニックって言っても2種類ありますね。メジャーペンタ、マイナーペンタありましたね。でこの場合、アナザーユー E フラットのキーなので、ここで、メジャーペンタやるとね、このメジャーペンタ1,2,3,5,6 のパターンと、マイナーペンタ1マイナーサード4,5,7 ね、これねパターンだね。まあどちらでも指のあれはいいんだけども、でこの2つのペンタトニックを使いこなす。でどうやって使いこなすんだっていうのは、キャラ2つに分けましょう。まずメジャーペンタね、安定してるよね、落ち着いてるよね、守りだよねということでド M になりましたね。ド M のところと、でマイナーペンタね、ちょっと、アグレッシブで攻撃的だよねってところで、ド S になりましたね。なのでこの S と M というキャラクターに、ふざけて分けましたね前回ね。まあキャラクターに、あの人によって違うんですけども、まあこういう感じでね、あの大人の遊びをちょっとしながらやっていくと、一歩上の男になれる。やめとこうか。ということで、明るいくらいでも何でもいいですけど、ここでキャラをまず分けます。そうすることによってジャズの音楽のアドリブっていうのは、基本的にコードに沿っていくよね。でコードがどういう特性だっていうところがあります。でまずトニック系、落ち着いてるところではメジャーペンタが、有効的では、まあ安定するよね。でドミナント、解決、変化求めてるところでは、この、攻撃的なところを使っていくと、こううまく喜怒哀楽が分けられるよ、分けやすくなるよっていうところで話しました。もちろん例外はありますけども、まあそういうところをね、ちょっと早口で言いましたけども、頭に入れながらやっていきましょう。ということで後半 E フラットのところからやっていきましょう。で前回ここね、最後終わって、ここの終わった後の E フラットメジャーのところからですね。まあ、ここまで来たので、もうせっかく高いところでやりましょうっていうところで、ちょっと無理やりなんだけども、フラット13から6度に、まあ6度にアプローチで、でこれ進んでいくと6度がここにあるんで、ここから展開していこうかという感じで、フラット13からアプローチしていく感じ。1,2,3 だね。6,1,2,3メジャーペンタだ。ここでメジャーペンタ使っていきます。なのでトニックだから、まあ全部メジャーペンタでもいいんだけども、トニック内でも分けることができますよっていうところで、ここ、次マイナーペンタいきますよね。前半のモチーフは同じで、で6度いって、1度いって、6度いって、3度、1度で、まあここマイナーペンタの、まあこういう配合というかね、ハイブリッド的な感じでやっていきます。これまだメジャー、メジャーの中でもこうやって色を分けることができる。 Dm7flat5 だね。メジャーペンタ使っていく。6、最初と同じだ。だけどこれよく見ていくと、これ Dm7flat5 から見ていくと7度いって、フラット9、あ、なんだっけこれm2-5 の5度7G7 から見ると、こうフラット13になるね。なので問題ない。でここマイナーサイド D から見ていくとね、っていう感じで問題ないよね。問題ないよね。メジャーペンタなんだけども、後ろにあるコードをよく見ることによって、実は、音の、使い方がまるっきり違うものに変化していることがあります。でこれをジャズの、世界ではスケールの錬金術と、呼ばれているかいないかは知らないんですけども、まあ何でもいいですよ。でちょっとねややこしいので、こうやってお笑いも混ぜつつ、ふざけながら、気を抜いてやっていきましょう。 でこのマイナーサードね、 D から見ると、メジャーサードになるんですね。
でセブンスから見てもメジャーセブンになったりして、もう本来愛まみえる、なんていうのね、あ、水と油的なあれなんだけども、このマイナーペンタを思いっきり使うことによってそれがなんか帳消しになりますね。まあこういうねブルーススケール、まあマイナーペンタのね、こういうのを使うことによって全部このね効果も一瞬に効果がね薄れて、あのブルースの魂っていうかね、まあこれをジャズの中では、ジャズの、特性例と呼んでいます。全部借金がチャラになる、まあよくわかんないこと言ってるね、全部嘘ですからねこの辺はね。まあまあ続けましょう。なのでこういうブルースフィーリングっていうのはすごい強くて強力なものなので、ぜひぜひ覚えてみてください。この前はメジャーペンタトニック使ってましたね。で今回もメジャーペンタトニック、なんでだ、マイナーなのにメジャーか。はい、平行調パラレルコードだね、トニックとのね。なのでまあ使っても、あの安定守りのところにいるよね、ドエムですよね。一拍休んでワンツーシーフォー、ワンツーシーフォーとなります。いやこしいね。だけどこれね、どえらいシンプルなもんですよ。321と65、このラインを覚えてください。なのでこのグループ見ていくよ。でそうすると今度ここにメジャーサードがあるから、ね、隣り合ったところで、今度ここメジャーサードここにあるねっていう感じで見ていくね。簡単でしょ。なのでこのブロックごとにこう見ていくのが、これはポイントになりますね。長いスケール見るときはね。でここ行った先で B フラットマイナーになってます。でここからマイナーペンタ、これ見ていくよ。ワンツーシーフォー、ワンツーね。なので5度7度行って1354度飛ばしてね。で713ここまでいく。でこのあとかっこいいね。でこれ見ていくと B フラットマイナーから1マイナーサード4度いって、この音ちょっと外れるよね、フラット6度、まあ、ちょっと置いておきましょう。で1度マイナーサード4度でまたこの音になるよね。この音見るとオルタードの、シャープナインスになってます。なのでまあそういう感じで、まあ外れてもないよねっていうところで、まあ使ってもいいという感じで、これ最後飛ばしていく。でこの後はうん、ワンツーシーとやる。ここでごちゃごちゃやるだけで、これ E フラットだよっていうところをね、下で遊んでるって感じだね。リズム遊びだね。では次ブリッジで、今度メジャーペンタ、前回と同じだね。ここ見ていくとメジャーサード、ここを見ていく、ね、A フラットメジャー、そうするとセブンス、メジャーセブンス行ってナインス行ってサンド行くね、感じだね。メジャーセブン2度3度でメジャーセブン行って5度っていう感じだね。うん、スライドしてこうやってやると、あのちょっとエッチな感じになるね。エッチか知らないけどね、セクシーな感じだね。なんか僕が言うと安っぽいね。まあいいや。で最後で、前回の時はマイナー使いましたよね。今回ちょっとミックスする感じ、ハイブリッドね。ここだけセブンスね、ね、雰囲気ガラッと変わるでしょ。なのでこれがねセブンスのね、このコードの色を決めるっていう、この力ですよ。コードトーンですね、すごい強力です。で1度いってオクターブ下がる。でここマイナーサードからメジャーサードにアプローチするね。オクターブって下がってマイナーサードからメジャーサード、アプローチじゃなくてハイブリッドっぽいよね、こんだけ長いからね。なのでメジャーペンタの中にちょっと混ぜてる感じだね。で次よくわからんコードいくよ。 Am7flat5d7 いきます。ここの解決先、まあ変化だよね。
なのでここは思いっきりマイナーペンタトニックで、マイナーペンタで下がって、まだここの小節内では解決しない、次のところで解決しましょうね。こうやってやるとちょっとおしゃれかもしれない。次ちょっと大変だよ。 G マイナー A フラットメジャー7、 G マイナー C7 いくよ。でここでという感じで、まあ大きく変化してるのはこのセブンスだけだよね。なのでここに向かってアプローチをしてる感じなんだけども、基本的にここメジャーペンタだけで、まあここも変化してるからこっからも変化しちゃえって感じだね。っていう感じ。ここマイナーペン16分と3連符大変だけどね、っていう感じで、この一度に行くことによって若干ちょっとね小節終わるよっていうところが見えてきます。ここで変化おしまいだよっていう感じだね。で最後ワンツーファイブのとこね、ハイブリッドでいくよ。ワンツーシー、ここメジャーペンタ、これアプローチしてる感じだね。で最後うんっていう感じで、もうマイナーペンタでご利用しね、っていう感じで、まあ、次の頭に行く感じだね。はい、という感じで一通り解説が終わりました。なかなかね大変だね。ペンタトニックとはいえどこういう使い方がいろいろあります。ジャズにはジャズの使い方があるので、なのでこれをしっかり覚えてよりより良いアドリブをね皆さんやってみてください。ということで最後一回し見てみてください。今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメントで何か書き込んでいただければ大変励みになります。で特になんとも思わなかったよって方がおりましたら、コメント欄にコーヒー豆とだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ということでコーヒー豆を鼻から毎日出している私レイダクですけどよくわからんけども、Facebook や Twitter、Instagram などを低頻度で更新しておりますので、こちらの方フォローしていただきつつ、はよなんか書きやと、コメントしてみてはいかがでしょうか。こういう楽しみ方もあるんですね。まあようわからんけどもでついでに今ね、レッスン生を募集しておりますので、興味ある方はぜひぜひ概要欄にある E メール、ありますので、そちらの方に、個人レッスンについてという、メールを E メールをいただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。皆様ぜひぜひスーパーチャットなどをしていただけるとですね、私レイダーギのテンションがですね爆上がりしていきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでまた次回もお会いしましょう。バイバイ。